SCP-6622 は、異常性を持つ複数匹のアメリカビーバーです。異常性があると言っても、見た目的には特に変わった点はなく、異常性のない通常種と同じように、数匹で集まってグループを作り生活しています。異常ビーバーくんたちが作るこのグループは、本家記事では SCP-6622 の A と呼ばれていますが、わかりやすいようにこの動画では、ビーバー集団と呼ぶことにしますね。このビーバー集団は写真のようなドーム状のダムを作り、こっちは SCP-6622 の B と呼ばれます。でこのダムも、写真を見る感じだと、特に違和感はないように感じますね。一般的なビーバーが作るような、枝や泥を積み上げて作った普通のダムと同じに見えます。しかしビーバー集団が作ったこのダムは、見た目的な特異性がないにもかかわらず、異常性のないビーバーたちは一切近づくことがありません。異常性を持つビーバー集団のみが管理をしているんですが、財団の調べによると、なんとこのダムの内部では、未知の力で発電が行われていることが判明しています。しかもその発電はかなり高効率のようで、驚くその出力は、ダム1個につきなんと約6800MW。これどんくらいかって言いますと、原子力発電所の出力が、1機あたりだいたい100万kW。つまり約1000MW と言われていますので、出力だけで言えば、原発7基分くらいでしょうか。本家記事でも、このビーバーダムが1個あるだけで、ロサンゼルスの電力需要を賄えるって書いてたので、本当に莫大な電力を生み出していることがわかりますね。と、1個でも十分すごすぎるこのダムなんですが、財団は現在までに、12個のダムを発見しているそうなんです。もう発電し放題よ。ビーバー集団が発電した電気は、またも未知の手法で人間界にも流れ込んでおり、財団の調べによると、キノコ類や木の根っこなど、自然界に存在する経路で、人工の電気インフラに分配されているとのことですが、明確な経路は判明していません。さてここで、今回のオブジェクトクラスのお話を。私のチャンネルでは初登場のこのクラス。あまり見慣れないものだと思いますが、これは、アルコーンと言いまして。簡単に説明すると、収容できるけど、収容しないことを選んだオブジェクトに割り当てられるクラスです。今回のビーバーくんはものすごい発電をしますが、それ以外の異常性はありません。人間に害を加えるでもないし、生態系を乱すわけでもない。まあ危険度が低くても収容しなきゃなんですが、下手に収容して環境が変わって、もしビーバーくんが発電しなくなっちゃったら、それはオブジェクトの特性が失われたってことで、財団の理念に反することになります。それに、ちょっと前に日本でも電力逼迫とかありましたが、これから先、人間はさらに電気に頼って生きていく時代。ビーバーくんの発電は、きっと役に立ちます。そういった意味でのこのオブジェクトクラスなんですね。現在このビーバー集団は、機動部隊オメガ4-3。通称、ビーバーに任しとけ、の管轄のもと、情報の隠蔽と、簡単なケアのみの処置に収まっています。それにしても、実際ビーバーくんの電気を使うといっても、6800MW もの電力が一気に流れ込めば、さすがの一般人も気づいてしまいますし、電力網の核化で大変なことになってしまいます。財団はそういった問題を防ぐために、過剰な電力を外に逃がす措置をしているんですが、その結果として、ビーバーくんが発電した電力のうち、毎月数千ギガワットの電力が無駄になってしまっているのが現状です。なので今後は、この電力を無駄にしないように、さらに、より多くの地域に電力を分配できるように、ビーバーくんに適したインフラを開発することが、研究の最優先事項とされています。また、今後の発電量をさらに増やすために、ビーバーくんを飼育、繁殖させるプログラムも行っているみたいですが、これは全て失敗に終わっています。いろいろ実験してみた結果、SCP-6622 となる個体は野生でしか生まれないし、既存の個体も収容して環境が変わってしまうと、発電ダムを作らなくなってしまうことが判明。既存の発電ダムを引っ越す試みもありましたが、移動させた時点で異常性が失われてしまいました。しかしまだそれでも財団は諦めていないようで、現在は支流のサイト内に、ビーバーくんの野生環境を再現しようとしているみたい。ただ結局のところ、放任が一番って感じなんでしょうね。
ーバー集団が発見されたのは、2020年の10月のこと。この日、財団の保有するサイト43が突如、壊滅的な電力の過負荷に見舞われました。その後財団が調査を行うと、大量の電力はサイトから約6キロ離れた、オーセイブル側から来ているものだと判明。機動部隊が川を訪れると、例のビーバー集団と発電ダムがあったのです。当初はこの大量の電力に頭を抱えていた財団でしたが、なんとメンテナンス課長のアメリアさんという人物が、約9ヶ月の期間をかけて、サイト全体をビーバー集団の電力に依存するように魔改造。要するに、現在このサイト43は、ビーバー君の発電分だけで、全ての電力を賄えているという状態なわけですね。ビーバー君の恩恵は、みんなが思っているよりも大きいものです。最初の方で、原発7基分、みたいな話をしましたが、それは単に発電容量だけの話。実際、発電所を稼働させるためには、多くの燃料や資金等のコストが必要になります。物を燃やせば煙が出て、地球温暖化にも影響しますし、特に原発なんかは、その特性から危険視する人も多いです。地球に優しめな風力発電や太陽光発電でも、大きく場所を取る場合がほとんどですし、時間帯や気候に影響を受けて、電力の供給が安定しないことだってあります。そんな中でビーバーパワーは、場所も取らないし、危険な影響もない。コストもかからず、環境にも優しいクリーンエネルギーで、何よりも莫大な発電量を誇る。未知な部分が多いとはいえ、これほど素晴らしいエネルギー源はないということですね。ただ問題点を挙げるとすれば、ビーバー君は生息地から動かないし、動かせないことでしょうか。財団はこれからビーバー君の機嫌を取りまくって、いい感じの発電を促していく必要があります。これからテクノロジーはどんどん発展していきます。我々の生活が、まさかビーバーに支えられる日が、そのうち来るかもしれないですね。